はい、というわけでこんばんは、田中でございます。今回はですね、前回ご紹介しました、ウクライナのレンズ、ジュピターですね。名前がかっこいいからということで買ってみたというね、レンズなんですけども、こちらのレンズはですね、ジュピター 36B250mm の F3.5。1969年あたり、旧ソビエト時代に作られたと思われます、54年ぐらい前のね、オールドレンズで、曇りがあったり、塵があったりで、ジャンク扱いで送料込みで3000円ほどしました、レンズになります。でこちらのレンズはですね、旧ソビエト時代にウクライナあたりでね作られたと言われているんですけども、それがですね、ドイツのツワイスの技術者がねその立ち上げに協力したというふうに言われているレンズで、ちょっと性能がいいんじゃないかなと期待しております。でこちらのレンズはですね、このキエフ60であったりツワイスイコンのペンタコン6と言われます中盤サイズのフィルムを扱うカメラ、現在のソニーのカメラと比べますとこんな大きい、そのカメラのレンズなもんですからすごい大きいと。通常の 35mm フィルム用のジュピターと比べますとこんな感じ。これは大きい。もうなんせね、大きくて重たい。なんせこれでね 1500g ぐらいありますからね、ペットボトル1本分に近い重さというぐらい重いんですね。そしてオールドレンズあるあるで最短撮影距離も遠いと。これでだいたい 3m50cm ぐらいからしかピントが合いません。ですのでちょっと使いづらいといえば使いづらいですね。でそして問題はですね、マウント、このマウントがですね、調べましたらペンタコン6用のねマウントで合いますよって書いてあるんですけど、そのマウントアダプターの形を見ますとね、どうもね形が違うんですよね。私が持ってる分はネジだけなんでどうも違うということで、どうしたもんかなと。でね、とりあえず仮にですね筒を作ってどういう写りになるかちょっと試し撮りしてみました。さすがにねもんやりはしてますけども、綺麗にすればいい感じになってくれるんじゃないかなと。で逆光には弱くて虹色の反射が出るんですけども、玉ボケはねすごい柔らかかったんで、これはちゃんと整備すればいい感じになってくれるんじゃないかなと。それとですね、重たいもんですからそのままカメラにつけて使いますとね、なんかカメラのマウントを傷めそうなんで、こういう風な三脚座っていうのをねそれをつけたいんですけども、なかなかねサイズが合わないっていうのということで、今回はですね分解して清掃っていうのと、マウントをどうにかせなあかんと、そしてその三脚座をなんとかしてつけたいという、この3つをやっていきたいと思います。まず最初は分解ですね。前のレンズから金目レンチで開けていきます。第1レンズは簡単に外れるんですけども、この後の第2レンズが、見てくださいこれ。大きいレンズの塊が出てきましたね。これ外すのも大変でしたけどね、めちゃくちゃ重たいんですよ。これ重たかった。重さの原因はこれですね。なんせね、手のひらサイズ、ほんま大きかった。レンズの塊。で、中を覗きますと、一番奥のレンズがね、どうも曇っているようでした。鏡頭の中はね、綺麗かったです。なんせね、ちょっと塵と曇りはありますけどね、カビ類とかサビはね、なかったですね。次は後ろ側をばらしていきます。で、マウント部分は、見えてるネジを外しますと外れます。で、そして次のズームリング部分ですね。これはカメラ側にありましてですね、それを外すんですけども、これがですね、外れる時にチェックをしておかないといけないんですけども、なんかね、ネジが曲がってて、取れるべくタイミングじゃないとこで取れちゃったんですよ。ですんで、元に戻す時大変やなと。どっからねじ込めばいいかっていうのがわかんないんで、やっちゃったなということなんですけども、作業を進めます。で、その奥に見えます絞りリングのすぐ後ろのレンズが曇っていました。で、こちらをですね、外していきます。で、このレンズにようやくアクセスできたんですけども、これがですね、なんかコーティングがやっぱり曇ってまして、これわかりますかね？で、しょうがないんで、このコーティングを剥がしたんですけども、真ん中ら辺しか剥がれないと。周りのとこはね、なんかすごいしっかりついててね、撮れなかったんですよね。でもね、中盤用のレンズですから、イメージサークルが大きいんで、真ん中ら辺さえ綺麗かったら大丈夫かなということで、このレンズはここまでにしておきます。で、そして中盤用レンズでたくさん光が中に入りますんでね、35mm のカメラで使うには余分な光が入ってることになるんで、艶消しの黒を塗って遮光対策をしておきます。でちょっと分かりにくいですけども、このマットブラックの辺が遮光ブラックを塗ったところです。でここですよね。これをねじ込んでいくんですけども、普通ネジってくるくるっと回したら適当に入りますよね。あれって実はネジが入る入り口って1箇所しかないんですね、通常は。ですけども、このネジ見てください。切り込みがいっぱいありますよね。ということはどこからでも入るんですよ。で何が困るかっていうと、これ一回ねじ込んで最終的に元に戻してカメラにつけて覗いてチェックしないと、それが正しかったかどうかがわからないんですね。これ大変。一回組み立てちゃチェックしてあかんかったらまたバラして、またちょっとずらしてはめ込んで、また組み立てて、またカメラで見てチェックして、またバラして、また直してってことをね、もう半日ぐらいやったんじゃないかな、これも。で、まあ、ようやく無限遠が出て、最短撮影距離もおおむね 3.5 メートルのとこになるようになりました。もうこれもほんま大変やった。もうなんせね、油でベタベタ。いやもう大変やった。まあなんとかそこはね、執念で、なんとか調整しました。で、一応ね、綺麗に掃除しましたんで、まあ、多少チリはありますけども、おおむねすっきり綺麗にできたと思います。で、お次はマウントですね。マウントはもうわからなかったんで、レンズのリアキャップをもうそのまま流用します。ただこれ、レンズがすごい重たいんで、これだけじゃちょっと不安なんでね、補強するような形で、このリアキャップを使っていこうと思います。で、一応ですね、ミノルタのマウントを接合することで、ミノルタと E マウントのマウントアダプターにつなげるようにします。リューターで穴を開けていくんですけども、まん丸に開けるんじゃなくって、パテで接合していきますんで、ちょっといびつな形にしといて、パテの接着力だけじゃなくって構造的に食い込んでね取れないような形にしていきたいと思います。でおなじみのタミヤのパテを練っていきます。パテ練る時ね、こういう風によじっていくとね早く練ることができます。でセンターと水平がね狂わないようにグルーガンでねちょっと仮止めしてから、パテで固定していきます。こんな感じ。一応ねネジもちゃんと食い込んでいくようにねしました。おおむねこんな感じ。そして一応こちらにもですね、艶消しの遮光ブラックを塗っておきます。そして出来上がったマウントをひっつけますと、こんな感じ。まあまあ、うまくできたかなと。で、一応ですね、このマウントがただのリアキャップですんで、外れないように、要所要所ね、グルーガンで仮止めして、簡単には取れないようにしておきました。で、そしてお次は三脚座問題。これどうしたもんかなと。なんせね、前に絞りリングがあって後ろにピンとリングがあるんですけども、要はですねほとんど動くんですね。マウントアダプターがね丈夫やったら、そこにマウントをしてもいいんですけども、今回ちょっとそこが軟弱なんで違うとこにつけたいと。違うとこにつけたいんですけどほとんどが回ると。そして三脚座ってサイズがね、3、4種類しかないんですよ、売られているやつが。で、どうしたもんかなと。で、あっちこっち測って、どっかつけれるとこないかなと思ったんですけども、そしたらこの前のね、フードをちょっと前にずらしたところらへんが動かないと。そういう不思議な構造やったんですけども、でちょっとスペーサーをかませばなんとか、合いそうやったんで、このちょっと前気味ですけども、こちらの方でなんとかね、つけれるようになりました。カメラにつけますと、こんな感じ。長い。さらにマウントアダプターかましますんで、長いし大きい。いや、これね、持ち運ぶの大変。カメラバッグに入りませんのでね、これに入ってた筒、筒に入れて持ち運ばないといけないぐらい大きくって重たいということなんですね。で、試し撮りに行ってきました。まず最初はこちら、清掃前ですね。クリーニング前はこんな感じ。もやっとはしてますけども、あれツアイスかなっていうようなこう透明感があるっていうような気配がね、なんというか。そしてお次はクリーニング後になります。いやー、いいですよね。これはいい。いや、やってよかったな。ペンタックスの67とはまた違った。良さがあるというかね、なんかいいんですよね。キラッとしてるんですよね。そして、クリーニング前はこんな感じ。比較しますとこんな感じでね、スカッとしてますよね。透明感もありますし、拡大しますとよくわかりますね。こんな感じにスッキリになってくれたと。これは嬉しい。これは嬉しいですよ。気持ちいい。こういう細かい枝なんかとってもね、ちゃんと描写してくれてますし、いいですよね。日陰でとっても変な沈みもないですし、いい感じ。で、こちらサギ。このサギがですね、すごいヒゲが長いというかね、多分胸の毛やと思うんですけど、なんか長老みたいなサギがいてですね、日向ぼっこしてたんでゆっくり撮らせてもらいました。というわけでいかがだったでしょうか。今回は旧ソビエト時代のウクライナのレンズ、ジュピター 36B でした。それじゃあまた。